読売新聞皆さんこんにちは読売新聞ポッドキャスト「新聞記者ここだけの話」番組ナビゲーターの山根修太です。 読売新聞創刊150周年プロジェクト「目覚めよジャパン」との連動企画として毎月1回日本経済を深掘りしたテーマを番組内で取り上げています。 番組を一緒に進めてくれるのは、目覚めをジャパンプロジェクトメンバーでもあります、読売新聞の丸山純一編集員です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、本日のゲストも前回に引き続き、野村総合研究所エグゼクティブエコノミストの木内隆秀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします,、はいしますえー。前回のエピソードは賃上げについてお話しいただきました、4月24日に配信していますので、ご興味のある方はそちらもお聞きください。 えー、そういうことでですね、丸山さんね、はい、本日は、えー、日本経済を少し俯瞰したテーマを取り上げようということで、うんえー、アメリカ大統領選挙をちょっとお話ししたいと思うんですけれども、いかがですかあのー、まあ、日本経済にも大きな影響があるということで、はい、あのー、経済的にも注目されてるんですけど、うん、その前に、まあ、 私は他にいないのかなって思うんですよ、正直言って。まあまあ、かなり高齢の方の戦いですよね。バイデンさんはまもなく82歳ですか。再選されてもし4年の任期を務め上げると、だから86ということですね。で、じゃあトランプさん若いのかって言ったらですね、トランプさんもまもなく78ということなんで、うん、かなり両方ともお年を召している。うん しかも、の他に若い候補がいたけれども、はい、予備選でどんどん撤退してしまったわけですね、うん、この高齢者の対決っていうのは、木内さん、もうアメリカのにもいらしてですね、どういうアメリカの状況になってるんですか、今、これあの国民というか、有権者からすると、ですねそこが大きな争点になっちゃって、ね、上がってるんですね。あ<の>はい まあ日本と比べてもアメリカの方があの平均寿命がだいぶ短いっていうこともあってですね、はい。多分こう日本人がイメージする80前後とはちょっと違うんじゃないかなと思いますね。ま、かなりこうアメリカの人にとっては高齢だっていう印象の方がまあ強くてですね。あのどっちもこう大きな制約というかですね弱点を抱えながらこう戦うみたいなですね。感じでまあおっしゃった通り他に候補はいなかったのかっていうのは、うん、<laughs> あの思う人が多かったと思いますね。 ね、どうしてこうなっちゃったんですかね、高齢者同士のね。あのもちろん現職ということもあるし、あのトランプさんがまあ強いということになれば、バイデンさん降り,りて若手に譲るというの選択肢もあったかもしれないと思うんですけど、それはやっぱりできないですかね。えっと、まあ、まあ、各の例といっても、やはり2期目を目指す。 というのが普通だと思いますので、まあ、それと、まあ、仮に、こう、高齢の問題が出たときには、まあ、副大統領が、うん、あの、代行するっていうことなので、はい、まあ、そこはセットだっていう考え方だと思いますね。まあ、そうすると、えっと、まあ、副大統領は、まあ、あの、まあ、60前ですから、はい、まあま、比較的若いので、そこだけ、 セットでアウトすると、まあ、これってのは大きな障害ではないっていう、あの、そういう解釈なんじゃないかなとは思います。うん。でも、トランプさんはセットのつもりじゃないですよね、多分ね。あの人は。トランプさんはまだ副大統領は、まあ、こうは明確に言ってないので、えー、まあ、わからないですね。あのね、前、まあ、大統領の時のペンス副大統領だったんですが、はい、もう、あの、トランプさんの元から離れてしまっていますから。そうですね。えー、あの人がなることはないでしょうし、はい、そうすると、 そのセットという感じではないと思うので、はい、そのバイデンさんとしては逆に言うと、副大統領とセットで自分は考えてくれということなんですかね。ねだと思いますが、たぶんこのままだとは思うんですけどまだあの党大会までの時間があるので、はい、場合によっては副大統領候補。 変えるっていうことも、まあ、あのないわけでではないいすねななっていうのは、あのまあ、今の副大統領もなんていうか、あんまりこう人気がない人でもあるんで、本当、女性ということとあの、非白人ということで、まあ、民主党らしい候補だっということですけども、まあ、やっぱりこう国政のこう経験が不足してるっていうこともあって、ですね、はい、なかなかこう活躍する場をまあ見せることができなかったと。 まあいうことなんで、場合によってはこう副大統領候補もうちょっとこう、なんていうんですかね、人気のありそうな人に変えるっていう可能性も、全体として残ってはいるんだと思いますなるほど、まあねあの。どうなるかちょっとまだわからないところもあるにしても、はい、まあ少なくとも大統領候補としてはバイデン対トランプということで、ほぼ確定だと思うんです、はい、そうですね。 意識していろいろもう一き始めなければいけないのかなという見方もあるようなんですが、奇数としては木ちゃん、どうご覧になってますか。まあ、あのほぼわの前に、まあ、もし虎があってですね、もし虎よりも、もうトランプ再選の可能性が高まっているんで、ほぼ虎になっています、まあほぼっていうと、なんか8割、9割になっているんで、まあ、それもちょっと言い過ぎなのかなと思いますね。で現状で言うと、うん やっぱり半分ぐらいじゃないですかね。<々>ええー。あの、世論調査の結果あ見ても、まあ、バイデンさんが若干有意な時もあるし、まあ、あの、トランプが若干有意な時もあるので、まあ、今のところで言うと、半々ぐらいの、うん、まあ、可能性と、まあ、いう感じじゃないかなと思います。木内さんにお伺いするので、そのやはり日本経済、日本に対してプラスかマイナスかという観点も含めて、 はい、お伺いしたいんですけれども、トランプさんのほぼ虎という過程で話をしたときにね、えー、前のトランプ政権の時代は、まあ安倍首相がですね、すごくトランプさんと友好的な関係を築いていて、日本としての存在感も発揮してましたね、トランプさん。安倍さんの言うことだから聞くんだなんていうことを言ったこともあったしですね。そういう点から言うと、あの、トランプさんになったときに、果たして今の 岸田首相、どうなのかなっていう気もしますが。あのトランプさんと付き合えるような、まあ、日本の首相の関係っていうのはきちんとできるんですかね。まあ、んの時でもやっぱり大変だったと思すで。あ、小栗さん、小栗さんで大変だったんですよね,ね。あの、もしトランプ再選という形になった時には。まあ、日本側の日本政府の対応っていうのは、まあ、非常に大変だと思いますよね。うん、うまく付き合っていくって言っても、それはかなり難しい話だし。 トランプ一気目るよりもより難しくなる可能性があると思いますね。うん。岸田首相がですね、4月に訪米した時にですね、うん、あのトランプさんの再選を踏まえた、いろいろな布石を打つために訪米したんじゃないかという解説もあったんだけれども、行ってみてる、私なんか見てる限りは、このバイデンさんの大統領専用者に、 同情してツーショット写真を披露したりなんかしてですね、こうむしろバイデンさんとの名,名誉関係がかなり強調されてあのいたような気がするんですね。まあもちろんあのバイデンさんの選挙対策に使われたという面もないわけじゃないんでしょうけども、今の段階でやっぱりバイデンさんにかなり、えー、寄っていった感じもするんですがこれ、これでいいのかなという気もしないでもない。まああの国賓、えー、待遇、 での訪米で、まあ迎えてくれるのはバイデンさんですから、当然、あの、バイデンさんとこう、いい関係をっていうのは、まあそれはまあ当然なんだと思いますよね。ただ一方でその、まあ首脳会談とか、あとまあ、例えばトヨタの、 工場を訪問したということで、はい、まあ、日本は役に立つ。日本は経済面でもアメリカのパートナーで役に立つんだっていうことをまあ、アピールしたっていうのは、まあ確かに、あの、えっと、バイデンさんの方に有利に働く可能性があると。というのは、まあトランプになると日本との関係も、えー、今度良好じゃなくなる可能性もあるので、日本と仲良くしといた方が経済的にメリットだっていうのをアピールするって点で言うと、まあ、法米自体は、まあ、バイデンさんよりの、こう、 あの選挙には若干優位に働くような形にはまあ確かになったのかなと、ただその議会での,あの演説を見ると、やっぱり共和党を意識した発言とては結構あったと思いますね、それはあの安全保障面で、まあアメリカだけがこう世界の,あの警察の役割を担わせるんじゃなくて、日本もしっかりやるんですとてうことをですねまあアピールしたっていうのは、トランプ政権になるかどうかは別として、やっぱりこう、 あの、タンプ制限にならなくても、やっぱり議会の共和党、ええー、との関係は、やっぱり重要なんで、はい、やっぱそこも、こう、かなり意識して、えっと、政権がどうなろうと、日本とアメリカは、まあ、グローバルパートナーで、安全保障面で言っても、日本もできる限りのことをやりますってことをですね、あの、主に共和党議員に向けて強くアピールしてきたな、という意味では、あの、選挙の結果、どっちが転んでもいいようにっていう、まあ、 えと配慮もやっっぱりあったんじゃないかなな、ね、あ,あ,あったわけですねなるほど、えー。為替、株価、この辺ですねあの、どちらが勝った場合にどうなるっていう、今から長期的な見立てになりますけれども、その辺の見立てはどうですかまず金融市場全,全体としては、まあ一個、大統領選挙の行方を織り込んでるようには見えないですね。はあで これについてはまだ選挙結果に分からないっていうのが一つ大きな要因としてあると思います。あの、世論調査の結果もまあ半々ぐらいですし、うん、えー、もちろんバイデンさんの方にはですね、こう、外交面でここから失点する可能性もまあありますよね。中東、特に中東の問題、はいはい、えっと、依頼への対応とか、一切への対応とかで。 で一方で、トランプ、候補についてはですね、まあ、選挙資金が不足してるっていう問題とか、あるいは、あの、まあ、裁判ですね。あの、大統領候補で初めて、あ大統領経験者で、初めて刑事訴追を受けた、はい。そうですね。まあ、民事と刑事と両方あって、うん、ま、刑事の場合は、場合によっては、こう、刑務所に入るってこともあり得るわけなんで、まあ、そうなったときには、法律上、あの、その えっと、有罪になっても別に大統領になれないわけではないんですけども、でも事実上そうなったら多分、えっと、トランプに票を入れる人は相当減ると思いますので、はい、そういう意味でまだわからないっていうことだと思いますね。で、金融市場がまだあの、折り込んでないのはもう一つはですね、まあ前回のトランプ政権の時には大変だと言われながらも、まあ経済とか金融市場はそんなに動かなかったじゃないかと。はい。いうある種のこう安心感が <laughs>、 あってトランプ慣れをしてしまってるってところは、ね、トランプなれ <laughs> なので、今のところはあんまりこう反応はしてないっていうことだと思います。まあ、そこからすると、ですねこういう状況が続くんであれば、えー、バイデン政権になったときには、多分市場にはニュートラルだと思いますね。で、一方でトランプ政権になったときには、私はやっぱりこうマイナスの面の方が大きいのかなというふうには思います、うん、あの金融市場にとってはですね。なるほど。 というところが、まあはい、特に株式市場などにとってはマイナスだと思いますし一方で経済政策面でいうといろいろありますけどもやっぱり保護主義が強まるというのは、はい、まあ世界経済の貿易がこう縮小するということになるので、まあ、それもこう金融市場株式市場にとってはあんまりいい材料ではないので、まあ、基本的にはこうトランプ再選というのは あの金融省にとってはやっぱり逆風になりやすいんじゃないかなというふうには思いますあのアメリカの中央銀行 FRB はですね今その利下げの時期をめぐっていろいろ物価とかです、ねえー、あの経済状況を見てるところだと思うんですけどもトランプ前大統領は FRB の人事に勧入しようとしたりしたことがありましたよね。そういうい意味での圧力 利下げをさせるというような動きに出る可能性もあるような気もしますが、そのバイデンさんはそういうことしませんね、見てるとあまり。うん、あのバイデン大統領はですね。ただ最近あの FIB が利下げをすると自分が予想してるみたいなことを言ってですね。まあ本来はまああの大統領っていうのは金融政策については語らないっていうのが不文律なんですけれども、はいはい、あのそこを覆いしてですね、あの言及しているというのはちょっと注目されてますね。でそれは。うん あの、たぶまあ、利下げしてほしいっていうよりは、利下げできるような環境になるってことは、つまりインフレの問題が収まってるっていうことでもあって、はい、で、あの、今、アメリカ経済は全体としては非常にこう、いい状況で、本来であれば現職に非常に有利な経済環境であるはずなんですバイデンさんに有利なはずですね。はい、ただ、実際はそうはなってないのはですね、やっぱりこの数年の物価高というのが、バイデン政権に逆風になっていると。 あの、誰が原因かっていうのはもちろんわかんないし、まあ世界的な物価高なんで、アメリカの,あの政策の失敗ってわけでもないように思いますし、まあそもそもこうトランプが政権だった時にこう大規模な財政支出をやったことが、まあ今のインフレをやや加速させてる面もあるので、うん、バイデンさんの責任とは言えない部分があるんですけど、まあ有権者でもそういうふうに考えるんですね。ですから物価高は今逆風になって、大統領選挙に向けてもですね、 でも、それが収まっていって、FIB が利下げできるような環境になるとですね、今度はインフレ率も収まる一方、今度は金融政策はもっと景気を強くする方向に使えるんだということなんで、多分、選挙前に利下げを行うとですね、これは大統領選挙ではバイデンさんに有利だっていう計算が多分あるんだと思うんですね。なので、自分としては利下げを予想してんだということを まあ普通は言わないんですけどもアピールしてるという面がバイデンさんにとってはあると思います。うん、で一方でトランプ、まあ、前大統領は何を言っているかというと FRB っていうのは利下げをしてバイデン政権に優位な大統領選挙でバイデンさんに優位な政策をしようとしているって言って今すごく強く批判してる批判してる。はい、ですから今の時点で言うと FRB の利下げを実は批判してるというのはトランプのスタンスなんですトランプさんの方が批判してるわけですね。 将来経験が弱くなったときにどうなるかって言ってこれはわからないですね。あの、うん、前回のトランプ政権の時にはですね、まずこう、当時のイエレン、あの今の財務長官ですけども、はい、FIB の、えっ、ー、と、当時の、まあ、議長ですね、議長を解任するってことを確認して、はいはい、でもいろいろ議論したんですけども、これは法律的にはちょっと難しいとかって、つまり、 えっと、明確な歌詞がないときに、任期の途中で、あの、解任するのはやっぱり難しいっていうことになって、途中で諦めたんですが、でも、イレンさんの任期が来たときにですね、こう、異例の一期で、あの、今のパウエイさんに変えたと。い。うことになります。はい、で、パウエイさん自体は、まあ、共和党員で、うん、イレンさんは民主党員。で、ただ、パウエイさんも自分で選んだにかかわらずですね、あんまりこう、面白くなかったということで、もっと緩和せよって圧力をですね、まあ、かけていったと。うん いうことで,すしで今はパイウエルさんをかなり批判しているので2026年に、うんえー、パイウエル議長の任期が来た時にはもうあの再任しないってことを今明確に言ってるということで、うん、あのやっぱりこう介入していく、まあ、人事はもちろん大統領が決められるんですけどもそれだけじゃなくて実際のこう政策に介入していくっていう可能性は高いと思いますね。で、えー、とこれは一つはやっぱり景気を支える。 という面もありますし、もう一つはやっぱりドル安を促す、前回でいうとですね、はい、前回のトランプ政権の時は、ドル安誘導の手段の一つとして、FRB に緩和を、金融緩和を迫ったということだと思いますで、同じようなことをどこかでやる可能性があると思うんです、ねうん。今今ははドドルル高高ででですすもんんねな えっと、ただまあ前回のトランプ政権の時もですね、ドル安と言ったんですけども、あんまりドル安にならなかったんですね。うん、なので今の金融市場は比較的、まあそこは安心している部分があると思うんですが、うん、トランプの大一と今とはちょっと状況がだいぶ違っているとうんですね。つまりその間ですね、はい、FRB の大幅な利上げもあって、ドルの水準が歴史的な高い水準になってきちゃっているので、何かあった時にはこうドルが下がるリスクって結構これ、うん、<の>大きい、えー。大きいと私は思います。で、さらに、 アメリカの財政の問題っていうのは、あの、最近やっぱり非常にこう注目っていうかですね、あの、心配されるような状況になってきててですね、はい、つまり財政赤字が膨らんでいく、政府債務がどんどん膨らんでいくと、まあ、これはやっぱり通貨の信頼を下げる要因でもあるので、うん、そう考えるとですね、1期目のトランプ政権の時はドル安といって FRB にも介入したけども、実際はドルは安くならなかったじゃないかという安心感が金融市場にはあるんですけども、今回は次は違うかもしれない。 うん、いうことで、まあ私はこうトランプがもう一度こう明確なドル安政策を掲げた場合には、結構やっぱりドルは下がる可能性があるんじゃないですか。今度は効くということですね。と思ってます。あのそれは経済のまあファンダメンタルズというか状況から見て聞きやすくなっているということです、ねはい。えっとまあドルがすごく強くなっているということと、ええ、そうですね。ドルの信任がやっぱり下がってるっていうことなので、まあ大統領がドル安を目指すんだといった時には、今回は今度は 次はやっぱりどれは繋がりやすい強くな次ってるけど信任は下がってるってこと、ね、そうですね、はい、老後は火星かなどうしたのお父さんいや今日の新聞人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな 無難だな新新聞聞ががある話題があるる話題お試し読売新聞ネットでで簡単まずは無料であのどうしても避けて通れない話として、US Steel の話があります。これは選挙前ですから、両方とも、そのアメリカの働き手のことを考えてということもあるとは思うんですけれども、私なんか正直言って、 あの日本製鉄の方ももう少し時期を見てものを言えばよかったのになっていう気もしないでもないんですね、つまり政治問題化することはある程度予想できたんじゃないかっていう気もするんですが、この US チールの話っていうのは、えっと、まあ、大統領選挙までは答えが出ないっていう可能性があると思いますね、この日ずっと。株主総会ではもうそれは認められたんですけども、まあ、アメリカの財務省の審査があるので、はい、でこっちの方は、 つまり安全保障上のリスクがあるかどうかを審査するってところも、あの、実際に審査をやってるわけですね。ただ、えっと、トランあの、バイデンさんとしては、大統領選挙までの間には結論出してほしくないと思ってると思います。うん、で、バイデンさんはですね、あの、まあ、海外企業によってこういう伝統的な、えっと、企業が買収されるのは必ずしもよくないみたいな言い方をしてて、それはやっぱり、 労働組合に配慮してていってるってことこですね、はい、えっとでも一方であの、まあ、国内の生産と雇用はやっぱり増える可能性もあるわけですエ u s ィ、ね、に、まあ、日本企業が、えっと、経営したほうがもしかしたらビジネスとしては広がる可能性があって最終的にはアメリカにとってもプラスだという面もあると思いますね。で えー、バイデンさんとしても基本的にはこう、外資を入れて国内の生産を増やすっていうのは基本方針なんで、そういう方針とはちょっと違ったような言い方をしてるわけですが、それはやっぱり大統領選挙を見て、見にて労働組合に配慮しているからと。ただ大統領選挙終われば、そういう制約はなくなるので、うん、そういう意味では、あの、大統領選挙が、あの、終わるまでは、ちょっと財務省の結論をちょっと待ってほしいっていうような、まあそういう感じなんじゃないかなと。 まあいうふうに思いますね。ですからそこがすぐに結論が出ないと、ええ、いうことで、えっと、選挙後にですね、あの、それは承認っていう可能性が比較的高いのかな。これは、あの、直接的に、あの、えっと、審査の、なんていうんですかね、タイミングにはちょっと政治的な配慮はあるかもしれませんけど、結論自体は政治は入んないっていう仕組みになってるので、例えばトランプ政権になってですね、 トランプは、あの、そんな絶対反対だと言っても、財務省が OK を出したら、それは認められると。まあ、いうことだと。ます、ね、それは大統領令とかでは覆らない。覆らないです、ね。だって、トランプさんが今、勝った場合を想定すると、はい、ラストベルトのところですよね。はい、ものすごく、だから、評伝として意識しているところでもあるし、そこで喋ったことは、いくら選挙前とはいえ公約でになるわけですから、はい、もしトランプさんが勝ったら、ごアさんになるんじゃないんですか、はい えっと、そのためには、その、あの、そう、審査の過程に直接政治が介入するっていうことなんですが、それはない仕組みに一なってるんで。あ、なってるんですか。はい。<う>ですから、トランプが何を言うと、財務省がゴーサイン出したら、まあ、それは認められるっていう方向だと思います。で、そこは基準があってですね、あの、雇用者のためとかそういう概念は全く入ってないわけですね。安全保障の観点から財務省が審査して、うん、そういう問題ないとなれば、あの、ゴーサインが出て。で、 えと株主総会ではもう認められてるわけですから、はい、そうすると労組、まあ、がずっと反対だといっても、うん、それは認められるという方向だと思います、まあもう一つこう、まあ、アンタイトラストの観点からの議論も、まあ、並行して、えー、今出てるわけですけども日本企業の米国子会社が、まあ、買収するということなので、はい、今まではそのえっ、ー、と 大手が賠償しようと、アメリカの大手が賠償しようとしたわけですね。そこは、あの、アンチトラストに、えー、触れる可能性があんで、そこがうまくいかなかったんで、えー、日本金を買うっていう形に今なってるんですけども、日本金の場合は、あの、多分アンチトラストにはあの提唱しないと思うので、かか多分これは私は大統領選挙後には、まあ認められる方向になるんじゃないかなというふうには思ってますし、うん、バイデンであればもう選挙があれば、 どうぞっていう感じ <laughs>。トランプであれば文句言うけども止められないっていう法に阻まれて、うん、あの、覆せないっていう。まあそういう決策なのかなと思うんですね。で、日本共和化からすると、アメリカの保護主義と関係があると思いますね。まあ、はい、こう、u s t ってのは歴史的にこう、まあロビースト活動をずっとやってきて、こう、鉄痕にしてもこう、やっぱり関税をかけて、 できるだけ国内市場を守るっていう感じになっているわけで、そうすると、日本から支給化しても、アメリカっていうのは重要な市場ですけど、そこへのアクセスが、やっぱりこう、保護主義的な政策によって阻まれてしまってるっていうのが現状なんで、やっぱり市場を取るために打っていなくちゃいけないと。まあ、いうことで、今回の買収があると思いますね。ですから、主にこう中国を意識して、関税でこう、参入障壁をタックしてるわけでそこを乗り越えるためには、やっぱり現地で、 作らなくちゃいけないっていうことなので元を倒せばアメリカのこう保守主義的な政策が背景にあって、えー、っと日本も買収に,に動,いた動いたっていうことだと思いますそうするとね、あのー、最後に一つ聞きたかったのはですねあの仮にの話なんですが、はい、かトランプさんが当選しても、はいえー、アメリカの憲法で もう一期四年しかできませんね。はい、で、バイデンさん二期目ですから、はい、一期四年しか、まあこの後四年しかできない。はい、つまり、どちらが勝ってもですね、あと四年で政権、また大統領変わることになるわけですから、そうするとね、トランプさんが勝った場合には、ハリ協定から離脱したりとか、はい、WTO、その世界貿易機関に対していろいろ、あの、機能不全に陥るような話をしたりとか、 今の保護主義的な話、あの、保護、貿易保護主義っていうお話が出たからお伺いするんですが、それを全部元へ戻してね、それで4年経ったら終わっちゃうと。バイデンさんもですね、その、あと4年で何ができるのかっていうと、今おっしゃったようにアメリカの保護主義的な動き、これを止めるって自由貿易とか日本の利益になるようなところに果たしていけるのかどうか、どちらが勝っても僕はあんまり変わらないような気がしないでもないんですが、 えっと、保護主義的な姿勢は両方とも共通していると思うんで、ね。ですよね、はい。トランプの場合はさらにそこが強化されるということだと思います。つまりトランプ政権の時に導入したいろんな追加関税っていうのは、あの、バイデン政権の下ではそのまま維持しちゃってるん、ねはね。はい。ですね。だからそこは追認しちゃってる部分があると思います。主にまあ中国への。 対抗を意識しているわけなんで、まあそういう意味ではボバイデン政権も十分に保護主義的な政策だというふうに思いますが、トランプの場合は、さらに加えて、えっと、日本も含めた全ての国からの輸入費20%の追加関税と、えー、中国からの輸入費については60%の追加関税をかけると言ってますから、はい、あの、まあさらにそれがパワーアップされるということだと思いますよね。 なので、方針がより強まると。で、えっと、今のバイデン政権はこう追加でやってるのは、例えば、あの、中国向けのところ、中国に対する投資の規制とか、えっと、まあ、近,近年、この数年で言うと、その、うん、先端半導体の、えっと、中国向けの輸出だったり、半導体製造装置の輸出規制だったり、えー、あるいは中国の スタートアップに対するあの投資の制限とかですね、まあ、そこは追加でやってる部分があるんですが、まあ、主にやっぱり中国をターゲットにしてるわけですけーターゲット,は中国、はい、トランプの場合は中国もターゲットなんですけども、日本も含めてすべての輸入品20%と追加関税というか、すべての国にけ果かをするということですね、だからそこはあのだいぶ違いますし、そうすると今度は。 まあ日本は追加関税かけられても報復関税はアメリカに対してはかけたことはないので多分かけられないと思うんですけどヨーロッパはやると思うんですねそうするとあの仲間内っていうかです、ね、先進国の間で貿易戦争みたいになってしまうというところがまあバイデンとトランプの大きな違いっていうことじゃないかなと思いますいずれにしても日本としてはアメリカあ中国 世界第1位第2位の相手国貿易相手国になるわけで、うん、こことの貿易を拡大するつまり外需を中心にして経済回復するっていうのはやや足かせになるわけですねどちらにしても、えっと、トランプさんの方がより大きな足枷にな足にるのまあその通りですし、まあ、世界全体としては貿易がしぼんでしまうっていう可能性があるんですね。で まあ中国についてはまあそれとは別にちょっとの成長率の見通しがだいぶこう下がってきてるのであのそこは方向としてはやや中国離れあのそういうこう米中の対立とか地政学リスクとは関係なくてえっと経済の状況から見ても少し日本は中国経済から少し離れるっていう方向にはまあなってきてますねで一方でアメリカの経済は予想より強いのでこの数年間で米中の あの、関係ってのはかなり変わってきたんですね。うん、つい数年前ばっと、もう2020年代末までに、えっと、中国は名目 GDP でアメリカを抜くって見通しいが一般的だったんですが、今、もう抜くって見通しいがだいぶこうなくなっちゃったんですね。あそうですね。それは中国の成長率がこう、押してるからと。はい、一方でアメリカは予想外の強さを今見せてるんで、だいぶこう、マクロの力関係はこう、米中では変わってきてるんですね。そういう意味では日本にとっても、 えっと、中国はそういう経済も落ちてきてるし、まあ、性学リスクもあるし、ということで、徐々にこう、まあ、投資としても分散しようとしている方向になってるんですが、アメリカ市場はやっぱり重要だと, <laughs> ということになるので、まあ、なんとしてもアメリカの市場を取りたいっていう思いはあると思うんですね。で、うん、まあ、 TPP とかっていうのは一つなんですが、まあ、ちょっともうアメリカが TPP にえっと加入するってのは、まあ、難しく、ね。いや、そこ、もうお伺いしたかったんです、ね、最後にね。はい、あの、TPP、環太平洋経済連携協定に、はい、はい、から離脱したアメリカ、はい、トランプさんの時に離脱して、バイデンさん戻ってきませんよね。はい、これやっぱ無理ですか、どっちに、再選、どちらかと、あのー。つまり、最初の条件であれば、アメリカは入ったと思うんですけども、あ<ー>一旦交渉から離脱するとですね、はい あの、悪い条件でしか入れないんですね。しかもこう、最初に TPP の加盟が全ての国が賛成しないと新規には入れないので、えーはい、あの、そうすると、当初言語したインターネットよりもだいぶ悪い条件をアメリカ受けれないと少なくとも入えないと。そうするともう難しいっていうことですね。ですから自,自得ですけどね、ね自分で抜けたんですね。そうですね。だから最初に抜けてしまったのはやっぱりそこがすごく痛かったっていう。うん 感じだと思いますでアメリカ国内ではそういう重要拠点に対する拒否反応みたいなのが非常に強くなっててですね、うん、TPP 以外でも新しい交渉とはまあはちょっともうできない感じになってるんですね。なので、えー、ほぼこれはもう無理になったという、うん、ことじゃないかなと思います。 じゃああの最後に私から1点だけお伺いしたいんですけども昔はそのアメリカがくしゃみをすればまあ日本が風邪をひくなんていうふうに言われましたけどもまあこの30年間でまあこのグローバル化した世界で,ですねまあもうどこか一国にまあこの依存するっていうとまあちょっと大げさかもしれないですけどもまあどこか一国にまあ追従するのではなくてまあその地球儀を俯瞰する外交っていうふうにも。 言われました。まあ、これをね、言ってたご本人が本当に地球儀を俯瞰した外交ができてたかどうかっていうのは個人的な疑問なんですけども、まあ、地球儀を俯瞰して、まあ、重層的なパートナー探し、まあ、こういうのをしていくのが、やっぱ日本も重要なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、これいかがですかえっと、まあ、経済とこう、安全保障はかなりもう絡み合ってるわけで、うん、まあ、日本としては、いわゆるこう、アメリカのこう、 自由主義、民主主義の、まあ、自営についていくっていうのはもう、それ以外の選択肢はないってことだと思いんですね。で、経済的に言うと、一時期は中国向けの輸出の比率がアメリカを追い抜いて、で、日本にとっては中国が最大の輸出国になっていたんですけども、まあ、現状だとそこがだんだんこう下がってきてですね、やっぱり、あの、 経済的にもアメリカとの関係がより重要になってきて中国についてはほ他のアジアの地域とかにもですね分散しようっていうことになってますね、うん、でらにこう半導体など重要な物資についてはいわゆる西側諸国先進国側でまとまって確保していくっていうサプライチェーンをこう作ろうとしてますので、うん、あの方向としてはそういう方向だと。 まあ、いうことで、こう、経済の連携と、まあ、安全保障上の連携っていうのは、あの、ほぼ一体で進んでるとまあいうことだと思いますね。うん、あの、まあ、地球業を俯瞰するって言っても、あの、そうは言っても、やはり、こう、まあ、いわゆる権威主義的な国との、こう、経済関係をどんどん強めていくってことは、まあ、ちょっとできないわけで。うん それは例えば、まあ、中国との経済関係が然としてありますけど例えばロシアとの経済関係はもう完全にこう崩れてしまってますし今から例えばイランとの経済関係をどんどん強化していく方向になるかっていうとまあちょっとそういうことでは、うん、あのないので全方位的な外交ではやっぱりないっていうことですがあくまでもこう西側米国を中心とする西側陣営の。 立立場に立ったかいだということだととだだう思いますなるほどですね。はい。ありがとうございました。読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話では、月1回のペースで読売新聞創刊150周年プロジェクト目覚めよジャパンとの連携企画として、日本経済を深掘りするテーマを番組内で取り上げています。お二人に聞いてみたいテーマがございましたら、番組概要欄のホームからお寄せください。目覚めよジャパンは、アサヒカホームズ、サントリー、 東京海上日動火災保険、日本郵政グループ、三井住友信託銀行、安心財団、大正製薬、日本政策投資銀行、日本証券業協会以上各社各団体の協賛で運営しています。それでは次回もお目にかかります。木内さん、丸山さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。